どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月25日の木曜日なんですけれども、タイガースは昨日の試合に敗れて2連敗、早くもベイスターズ戦の巻き越しが決まってしまいましたが、なんとか一矢報いたいところ、そんな中、ここ最近シーズン途中加入、ロドリゲス選手の出番がほとんどなくなっているということで、今回の動画ではロドリゲス選手の現状について思うこと、そして現在2軍で打ちまくっているマルテ選手との入れ替えというのはあるのか、こういったところについても深掘りをしていき ながらお話していいいきたいなと思いますでは早速お話をしていきますが、いやー、また点が入らなくなってしまいましたね。8連敗からの4連勝で、再び借金完済目前に迫ったんですが、セ・リーグ情勢が大きく動くであろう1週間で連敗スタート。ベイスターズに2試合連続完封負けということで、今シーズンの完封負けは23回。 球団ワースト記録である24回に王手をかけてしまったわけですからねこれはシーズン通してずっとそうなんですがやはりタイガースの課題というのは打てない時にどう点を取っていくかどのように高い策を練っていくかこの部分だと感じてますデアノ監督は昨日の試合終了後こういったコメントを出しましたもちろんあそこはマサシに頑張ってもらわなあかんところ点を取られへんからどうしても投手に重圧がかかってしまうピッチャーだけの責任ではないかなメンバーが戻ったばかりというのは言い訳にできない自分らで万全にしていかなあかんしそれは俺も含めてね言い訳にならないいいところも見つけていきたいけどゼロじゃ勝てないんで 頑張りますということで、復帰した近本選手にもヒットが出て、いいところもあるにはあるんですが、やはり結果ゼロだと試合には勝てませんからね。なんとか突破口を見出して、残り少ない試合数を駆け抜けたいわけなんですが、今回は助っ人運用についてのお話、それというのもシーズン途中に獲得したロドリゲス選手の出番が激減している件について、出だしは素晴らしいスタートを切ってくれたんですが、なぜパタッと打てなくなってしまったのか、そしてシーズン最終盤、昨シーズンのベストライン、マルテ選手の復活は考えられるのか、こういった点について深掘り解説していきます。では、まずロドリゲス選手については、一軍 まず合流初期のロドリゲス選手なんですが、本当に素晴らしい活躍を見せてくれましたよね。ロドリゲス選手が1軍に合流したのは7月の22日、この3連戦すべて勝てば、借金完済して前半戦を終えることができるという超大事な場面。そこでロドリゲス選手はいきなり代打で宇宙間を破るタイムリーツーベースということで、ド派手なデビューを飾ると、2戦目にはマルチアンダーを記録ということで、タイガースの前半5割フィニッシュに大きく貢献してくれた。そして後半戦最初のカード、スワローズ戦では超豪快な一発 を放つなど自慢の超大力で大きく貢献まあ、守備に関してはところどころばたつくシーンもあったんですが、不安視されていたほどではなかったように感じます。個人的に党内連携。バント処理であったり走り込んでくる相手に塗装する動作が少し苦手なのかなと思っていましたが、それも打球を処理するごとにスムーズになっていきましたから、ロドリゲス選手の場合、2軍でもそうですし、1軍でも一生懸命プレイする。これはプロ野球選手としては当然のことではあるんですが、何事も全力でこなしてくれるんで、首脳陣としてもよし、ロドリゲス頼むぞと、そういう気持ちにもなっていたと思うんです。出だしが本当に良かったですし、 6番以降に一発を打てる選手がいると心強いですから。インコースをガンガン疲れても少し甘くなれば持っていく。そしていいところに決まった落としたと思った。変化球にもなんとか食らいついたり、一筋縄ではいかないぞと、そういうところを助けないで見せてくれていたとですが、その内容というのが突如一変。まあ、打席数を重ねていくと当然データも割れます。このゾーンは得意だ。このゾーンは苦手だ。我々ファンが見てるだけでもなんとなく感じるわけですから。そりゃプロはもっと早く弱点に気づいてきます。もう20打席たったぐらいからですかね。打率が徐々に低下。ただ、8月7日のカープ戦嫌な空気を振り払う。 ツーランその後ロハス選手にも一発が飛び出してこれまでになかった得点パターンを見せてくれたんで多少確率が低くてもこの魅力があるなら見続けたいなという気持ちではありましたしかしこの一発以降どの球団も攻め方が全く同じインコースを投げミスしないようボール気味に投げ込んでいくそしてあとは外の変化球オンリーという攻めになったんです極端に言うともうストライクはいらないという感じですねやっぱり助っ人選手特にロドリゲス選手は打って信頼を勝ち得たい選手ですから途中加入ということもあって残り少ない試合数でいかに打てるかロドリゲス選手自身ここにかけていただけにどうしても打 打たなきゃ打たなきゃと同じボールを追いかけてしまったとこれによりあのホームラン以降現在に至るまで27打席連続無安打もう抜くボールチェンジアップがもう最大の弱点ですねこれに関しては一番最初のベイスターズ戦で明らかになっていましたがどうしてもこの課題を克服できないままここまで来てしまったという感じがありますそして8月16日のスワローズ戦2打席連続空振り三振で途中交代そこからのスタメン起用はゼロということで首脳陣の中で見切りではないかもしれませんがちょっとスタメンでは厳しいなとそういう判断に至ったということが推測できます 一発の魅力がありますから代打で一発ドカンも期待したいところなんですがここの序列というのもどんどん下がってしまっているそういう現状があるんですというのも本来ロドリゲス選手には左ピッチャーを打ってほしいなんせタイガースは左ピッチャーにずっとやられっぱなしですから現に昨日の浜口投手にも抑え込まれ対先発左腕9連敗ですよ1週間全部左ピッチャーをぶつけられことごとくやられてしまうということもありましただからこそ右で一発打てる流れを変えてくれる可能性があるロドリゲス選手は貴重なんですがここまで左ピッチャーに対して24打数2安打率が0割8分9厘ホームラン打点ともに ゼロということでで逆に左ピッチャーから全く打てていないなんですこれはやっぱり左ピッチャーのクロスファイアーそして抜くボールのコンビネーションに翻弄されているからだと思うんですね右投手の場合はスライダーの抜けが来たらチャンスが来ますが左ピッチャーはインコースをつきやすいですし変化球も多少外れてもいいという気持ちで投げてきますからこれによって左ピッチャー相手の代打起用も難しくなっているさらに原口選手やヨーカー選手が結果を出しているということもあって代打そのものの序列も下がってしまってます特にヨーカー選手が左ピッチャー相手にめっぽう強くてここまで29打数1安打,打率が3割並ぶ とといいうことで素晴らしし数字を残してますやっと我々がヨーカー選手に求めていた働きを見せてくれてるなぁと感じるわけなんですがそれは首脳陣も同じでしょう最近の代打企業を見てるといい場面でヨーカー選手が起用されたりしてます特に左ピッチャーの場合はヨーカー選手が行く機会というのが今後も増えていくでしょうし原口選手は代打経験というのも豊富な選手ですからキャッチャーもできる分1軍にいてほしいそうなるとどんどんロドリゲス選手の出番は減ってしまう今はこういう状況に身を置いてるということなんですさあで一方2軍の方に目をやるとある右バッターが1軍昇格を目指して猛アピールを重ねてますそれがま マルテ選手ですねやっぱり昨シーズンのベストナインですよさあ今年も頼むよというシーズンだったんですが開幕してからの不調そして度重なる怪我で1軍での試合数というのはわずか19我々タイガースファンが心から待っているラパンパラというのもここまでわずか1本ということでなかなかコンディションが整わないシーズンが続いているとただそんなマルテ選手が実戦復帰先日8月の21日に1ヶ月ぶりに試合に出てここまで復帰して3試合7打数3安打打率が4割2分9厘ホームラン1本2打点としっかり数字を残しています しし監督もそそのの姿を絶賛吉尾にしてもマルテにしてもストライクを最初から振りに行くタイミングの取り方や姿勢ね今の若い選手中堅クラスはいるけど吉尾とかマルテの打席に対する執念というかさその辺は非常にいい見本になるマルテにしてもノーステップで打ったりいろんな工夫をしてる打席に対する姿勢というのがさとにかくストライクは絶対にタイミングの取り方や準備というのがしっかりできてるよねということで結果だけではなく打席内での姿勢というのがいい見本になってるというふうに評価、まあ、マルテ選手に関しては以前一軍に上がってきた際バッティングに 関しては何の問題もありませんでしたからねあとはコンディションが整うかどうかというところでやはり気になるのは足の状態です。マルテ選手は打つことはできるんですが走ることができなかった。ショートゴロでほぼジョギングのような感じになってしまったり守備では足をほとんど動かすことができず手だけで打球を処理するような感じになっていたと。でさすがにこれはまずいという判断で交代になってそのまま抹消。そして今に至るという背景があるんですがその抹消になった試合が終わった後ですね。井上ヘッドはマルテ選手についてこういったコメントを出していたんです。 かとととにに連連絡をを取るる中でいけると思うよと慎重に連携を重携ねてきたつもりただあんまり走れていなかったり守備でも動けなかったところを見るとこれはやっぱりちょっとおかしいなと確認したらダメというところで交代になった1軍でもアドレナリンだったり緊張感であったり日本人だろうが外国人であっても一緒あいつの中でなんとかしてやるっていう気持ちを考えればてれっと走りやがってということではなくてこちら側としてもかわいそうなことをしてしまったストップさせとけばよかったのにジェフリーを結果的にそういう選手のように見せてしまったジェフリーを呼んですぐに抹消してしまうという残念な結果になってしまったということでうんまあ、いの 上ヘッドののコメントというのが全てですかねマルテ選手に関しては今年だけじゃなくこれまでも気持ちの面で浮き沈みが激しい選手ではありましたですのであの時の交代もいろんな意見というのが出ていましたがやっぱり打撃面はタイガーストップクラスのものがあります積極的に打ちに行く選手が多い中でマルテ選手はボール球を見切れる唯一無二の選球眼を持ってるだからこそマルテ選手が3番にいることでリズムを作ることができるそして一発も打てるという魅力があるだけに首脳陣とすればなんとか形にしたいそういう思いがあったと思うんです 夜取り消す選手のこともあります。もしかしたらシーズン最終盤というこのタイミングでスケット選手同士の入れ替えというのもあるかもしれない。ただ、以前と同じ過ちを繰り返さないためにも、マルテ選手の足の状態には最大限の注意を払う必要というのがあります。また、ここですぐに呼ぼうとなれば、前と同じ結末を辿ってしまいますからね。平田監督もマルテ選手の足については、パッと走れとか力が入るところを確認しないといけない。ただ、バッティングは本当にいいよ。という風うにコメントしてます。ですので、打つということは問題なし。あとは去年のように全力で走ることができるか、ここですよね。打てる選手というのは今1番欲しいピースですから。 十分入れ替えというのは今後考えられる展開なのかなとそういう風に考えてます。で、最後になりますが、この時期のスケット運用は本当に悩ましいところ、一昨日そして昨日と絶好調、ロハス選手がスタメンから外れましたよね。もしかしたら自打球の影響で足が万全ではないという背景もあるかもしれません。そういったことも含め、そして日本人選手の起用法も含め、誰をメインに据えて戦うのか大きく変わってくる部分です。来シーズン以降の契約云々という話もありますが、矢野監督は今年で退任が決まってますから、今勝つことが全てだという風に思いますし、このオーダーがベストだと思ってスタメン 名前を記入していると思いますですので残り26試合争いが起きているポジションで日本人選手なら誰をメインにするのか助っ人選手なら誰をメインにするのかここは優勝を狙うことはもちろんクライマックスシリーズ進出を確かなものにするためにも非常に重要です何な,ならもうそこが全てかもしれませんねもしマルテ選手が昇格を果たすとなればロハス選手とのダブルスタメンは厳しいと思うんです島田選手が自分の地位を確立しようとしていますし大山選手と近本選手がいますからそしてマルテ選手はファーストがメインですからやはり共存は難しくなってくるこういうことも今後考えていかないといけません、まあマルテ選手 にはバッティングに専念してもらうんだと代打の1打席で暴れてくれということが前提の昇格なら話は変わってくるんですが今後、助っ人選手をどのように起用するのか注目ポイントロドリゲス選手の巻き返しも含め助っ人野手3人の運用はどうなっていくんでしょうか今後の戦いも引き続き注目しながら見ていきたいなと思いますはい、ということで今回の動画ではロドリゲス選手の現状についてそして今後の助っ人運用について思うことをお話しさせていただきましたまあ助っ人野手が3人というのは枠の問題もあって不可能になってきますしまるで選手を挙げるとなれば入れ替えは必須 やはり打てないと勝てませんからね。そこの打開策としてマレテ選手の昇格というのはあるんでしょうかこの点も注目しながら見ていきましょう。皆さんは今後の助っ人運用についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者3万3100人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者3万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。でまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。ロドリゲス選手の巻き返しも含め、今後のスケッタ運用はどうなっていくのか、この点も引き続き注目しながら見ていきましょう。ではまた。